スウェーデン軍は、スウェーデンにおける、国防軍である。正式名は、スウェーデン国防軍、スウェーデン陸軍、GDP に占める、軍事支出は2%であり、冷戦終結後の主要先進国としてはやや高い、割合である。徴兵制度を課していた時代には、良心的兵役拒否が合法化されており、代替役務が制度化されていた。 現在の軍の課題としては、急速にその規模を縮小させられているにもかかわらず、海外派遣任務については変わらないか、むしろ増加していることによって、兵士のやりくりが困難になってきているという状態に、ある。2010年度より、正規兵ボランティア軍で構成されているが、ボランティア軍が予定されていた人数を下回ることと、質の低下により、2018年1月から、徴兵制が復活した。 スウェーデン国防軍最高司令官の日本訪問。近世までのスウェーデンは軍事国家であり、欧州に歯を競う列強の一員として、17世紀から18世紀初頭にかけては軍事技術をリードする立場であった。特にドイツにおける30年戦争で文名を馳せ、自らも戦場に散ったスウェーデン国王、グスタフ・アドルフは軍事革命の立役者の一人である。 18世紀の大北方戦争では初戦こそ優勢であったが最終的にはロシア帝国などに敗北しそれ以降のスウェーデンは海外進出を諦めて自国の国土防衛に専念するようになるナポレオン戦争では反フランス陣営に長スウェーデンは中立を前提としながらもフィンランドに名目的な義勇軍としての正規軍将兵を派遣していたこともあった第一次世界大戦や 第二次世界大戦はもとより戦後の冷戦においても中立を維持し北欧におけるノルディックバランスを構築してきたとされる。ただ冷戦に関しては冷戦が熱戦になった場合には NATO に合流して大ソ戦に対し参戦すると決めていたことが冷戦後になって明らかになっている。軍事訓練などにおいて仮想上の敵はソビエトなどワルシャワ条約機構の加盟国だったが 国際関係上スウェーデンにとって特別な敵国は存在しなかった。しかしスウェーデンはその中立的思考、単独主義ゆえに重武装を常としており、周辺国への警戒を怠ってはいない。なお、冷戦終結後のスウェーデンは中立主義を事実上放棄しており、国産の第4世代ジェット戦闘機であるサーブ39グリッペンの開発にあたっては積極的に アメリカ合衆国及びアメリカ企業の技術支援を導入した。また、欧州、大西洋、パートナーシップ理事会に参画するなど、かつての西側陣営を中心とした他国との協調関係を構築している。詳しくは、それぞれの項を参照。ありがとうございます。